アイドルグループ、ウェストの仲間順太が大炎上している。グループは現在10周年を記念したライブツアーを行っており、各メンバーが SNS で、舞台裏の様子を公開している。その一部投稿では、メンバーが使用する移動用台車などがスタッフによって装飾されていることが明らかになっており、テープで各メンバーへのメッセージが綴られていた。画像、仲間順太が投稿した釈明ポストただ、 この中には、ディズニーいつ行くの沖縄連れてってくれません。といったものや、ライブが見られることに感謝するメッセージが映っており、ファンが困惑する事態に。さらに、事態などから女性スタッフからのメッセージではないかといった疑惑まで持ち上がり、ファンの間で炎上していた。この事態に、仲間順太が、X、旧 Twitter、を通して嫌な気持ちにさせてごめんなさい。ただただ、 自分たちが嬉しかったことを共有したかっただけですが、もしかしたらそれが配慮不足になっていたかもしれませんと謝罪。続けて、スタッフさんは我々がハードスケジュールの中でも少しでも楽しませようという気持ちでああいったことをやってくれてると思うんです。そして私が何よりも大切に思ってるのはあなたたちです。その気持ちが伝わってないのなら寂しいですが、そう思ってもらえるように引き続き頑張ります。 などとファンへの思いを示し、過度な批判は控えるよう訴えた。しかし、今度はこの声明がさらなる炎上を招いてしまう。ファンも中間の言い分に関しては一定の理解を寄せた上で結局スタッフ擁護じゃん、謝罪するだけでよかった、一言余計などといった意見が SNS にあふれる事態に。さらにファンの間でのみ炎上していた騒動を公式に取り上げてしまったことで、 様々なネットユーザーの関心を引く大事に発展してしまい、SNS 運用下手すぎ、ディズニーの投稿だけしてとファンからは呆れる声も噴出している。